Hey, what's up, guys? どうも皆さん、こんにちは。ウィーナーズのアザスです。サンキューです。今日ですね、コウジロウをね、もう成敗したいなと思って。っていうのもあいつが、なんか両足で切れるとか、フリーキック俺が上手いとか抑えてる。自分勝手にね。じゃあ、この動画で、お前の実力見せてみろと。世に解き放ってみろ。公開処刑させたるわっていう感じで、今日はコウジロウにね、フリーキック対決を挑もうと思う。両足蹴れて気持ちいいわ。両足蹴れて気持ちいいっす。そういうコメントないアザス。ない。あ、ない。ねえよ。あ、俺あったわ、両足蹴れて。どこにあったんだよ。俺のキックしてる動画のとこにあった。アイムとの左対決とか。あ、そうだと思う。対決。めっちゃいいじゃん。やばいな、俺らやっぱ周りいないと結構シャシャリ感じだよ。本人いないとね。そう普通になれば今日は、アザス式フリーキック対決。これで、お前を打ち止めます。アザス式？うん。フリーキック負けるわけないじゃん、俺がアザス。って思うじゃん。ね、ただのフリーキックだったら俺に勝ち目はないから、ルールを説明します。はいはい。体でね、この L 字を作ります。で、この L 字のところに、紙コースを作ります。斜め上の45度みたいな感じ。あ、ここにバーとポストがあるわけ。そう。その間に、お互い入れ合いましょうよという企画です。平和、うん、平和な対決。でね、うん、もちろんね、自分で体作るからさ、ボールが当たるかもしれない。はいはい、で、これビビって、ウイって避けたら、そのキッカーの得点になります。あー、じゃあ避けることは許されない。許されないです。許したらもう、相手に手入っちゃうから。なるほど。俺はね、絶対ビビらない。なぜかっていうと、もうコウジロウもさ、今まで見てきたと思うけど、アザスペットボトルあったよ。確かに。でね、どんなレジェンドのボールも俺避けてこなかった。確かに俺間近で見てたわ。2キロの差があるから。うわー、なるほど。これは俺に勝ち筋あるんじゃないかなって思ってます。いやー、確かに手ぐいな、このアザス式対決。オッケー、これ後半勝負で。後半で。ちょっと決着つけましょう。よし。よし。じゃあ、行くでーす。行くでーす。天気ー！いや、今日天気ー！そんなじるって始まるんだ。やっぱアザスのチャンネルでアザス式っていうだけあって、ペース握られてますわ。そんな開けてくれんの？アザスの右手より上に行けばいいんじゃない？アザスを思いっきり狙って避けさせればいい。顔面に振ってるなんだよ。あー、惜しい。
なみたいな、そういうのじゃないよね。そうそうそう、普通の人だったらね、なっちゃうからさ。そう、普通の人だったら。ラストラストラスト、サドンデスに持ってってもいい。ああ、僕の圧勝ということで、マットを下ろしました、どうぞ。ありがとうございます。いやー、本当
どうですか。いや、まあ、楽しかったです。あの、うん、ほうか、うん、ただあの本当チャンネル主の権力強すぎて困惑する部分もあったんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、勝負でしょ、うん、アザスの最高の試合の見事でした。ナイス。前の上に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 かまだ甘さしたのあ、すいません、あなたについていきます。はい、じゃあついていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、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 本日、ね、ご出演してくださった、コウジロウデスチャンネルの、チャンネル登録、高評価、激励、切り抜き、まとめ、無断転載よろしくお願いします。言ってくれるか。それでは失礼いたします。失礼します。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。こちらがウィナーズの最新の動画となっており、そしてこちらが、私の一押しする、チャンネルの動画でございます。両チャンネルとも何卒チャンネル登録ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。じゃあのー